ットでした。この後真っ赤な青春、駆け巡る青春という2曲がありました。ユーキペア、ユーキユーキ、ユーキペア。95位岡田奈々、岡田奈々ちゃん、そんなことがありました。奈々ちゃんです。92かわいいなおこ、なおこちゃんかわいい、そうか、若かったですね。その後ラムーで6歌詞を目指しましたが外してしまいました。全集合ですね、このセットはね。89位アン・ルイス、やはりこの時の目化粧、痩せてますね、目のお化粧にご注目を。デビューした時はブクブクでしたよ。あ、そうなんですか。ねえ、お尻が大きくって。85位野瀬恵子、野瀬恵子ポリポリでしたっけ。そうです、その後あの大江戸太鼓保存会で太鼓を叩きまして、そうそうそう、その後、まあ、今主婦をやってると思います。あ、主婦、はい。84位竹本孝之、当時の裏話ですが、尾形大作と一人の女性を争って喧嘩したという話があります。81位松本千恵子、一時ブームでしたね。恋人試験恋人解消僕という、現在は主婦です。79位倉田真理子、いろいろとありました。いろいろとありましたよ。77位チャー、チャー、今だロックアーティストの神様と言われてますが、当時はよくあのファンを押し倒しながら頑張ってましたが、ドラムのリュウベンはどこに行ったんでしょうか。73位田川陽介、はい、陽介、ルイ、ルイ、レッツゴーヤングサンキーズ。72位中雅美、ポルシカポーレ、ポルシカポーレ、うちの会社にいたんですよ。あ、そうなんですか。渡辺プロに。68位山本リンダ、最近コメコメクラブがライブでよく彼女のカバーを、これ誰かがモノマネしてるわけじゃないんですけど、オリジナルクラスですよね。67位片平渚、あ、似てる、見て似てますよね。66位川島直美、ミス DJ、 青学カンニング事件がありました。65位沖田博之、いわゆる当時の竹の子族の出身でもありました。63位草川優馬、58位ゴールデンハーフ、エヴァちゃん、これは毎日映画ニュースですね。57位渋垣隊、もう渋垣隊、ヤックン、福君はもう結婚です。55位川崎麻世、東京工芸大学でその後写真の勉強をしてました。後ろの踊りもすごいですね。53位早見優、かわいい、映画館なんかで食べる名前がついてる。これはさっきからなんか渡辺さん連呼してるんですけどね。あ、あれですか。ヒットとしては。え、こんな歌でしたっけ。なんだっけ。今夜は誰これ。この人もちょっと名前が面白い名前ですけど。もしもどちらか行きながら。これは難しい。46位吹雪純、週刊少年チャンピオンのガキデカに敗れてましたね。
44位浅田美代子。浅田美代子ね。時間ですよ。隣の美代ちゃん。ね、ああいいですね。本当だから少女って感じですね。そうですね。しましたよ。43位伊丹幸雄。サチン。僕はあの英語塾高校かなんかの、ね、先生やってます。英語塾経営してます。先生やってます。経営してるんです。奥さんがあの向こうのアメリカの方で。4時にレイジ。マニアックな。はい。レイジって知らない。人気ありました。ラウドレスメンバーありますね。で、あれじゃ影山君大阪出身。32位相崎慎也。当時ね、もっこりがすごい話題になった。現在も時々ライブ活動してます。何やってるか分かんない。これはどうかな。あ、ちょっともっこりです。26位木内みどり。先ほども怒ってましたが竹中直人夫人です。渡辺さん、羨ましいですよ本当に。もう23位城みちる。城みちる、まあ、いわゆる相崎慎也、伊丹幸雄とともに一部では裏御三家と言われてました。この水着姿なんだ。あなたもうね、そう、これは結構なんか健康的な感じがして。健康的だけどもいいんですよ。この子がビキニあんま着てませんか。あ、そうですか。これはセクシーだ。今でもセクシーですけどね。この黒のゆうこちゃんみたいな。これはたまらん。これはね、やっぱりもう目つきがね、何かこう、あ、これはアッキーズだらしない。だらしないってどういうことだらしない。なんだかこれ、ブラジアつけてないんじゃない。色っぽいんですよ。つけてます。この人はおお、懐かしい。肩がすごい。肩ポッと入れちゃいますね、これ。特殊な肩の構造になってるんですよ。本当だ、すごい。肩ポッと。肩で動く。肩取り用と。このテカリ以外のなんかね、油切って。やらせんね。あげるのは、この曲知ってる。奪われたいの。あ、小倉千代さんかと思っちゃった、今一瞬。あ、そんな感じもありますか。あの時代ですよね。これは、声がいい。大泉さんの、これはアマゾン。そうそう、今アマゾンなんですね。恋は気分なの。誰ポピーっていう、これすごいですよ。みんな同じ顔に見えるですよ。本当にね、あ、増えた。